掘り出し聞き出し、キズカセラジオ、エトセトラ、エトラジ。さあ、8月の2日火曜日、 August 2nd Tuesday、 エトラジは第211回目を迎えております。211。もう中之島行かなあかんのですか？あ、そうですか。急ぎですか？急ぎですか？太陽の塔ですよ、今サムネ。太陽の塔、うん、おお。岡本太郎です。岡本太郎、現実は爆発だですよ。まみちゃんは岡本太郎さん、アート is explosion 見たことある？映像でも実物でも何でもいい、テレビでね、なんか存在は知ってんのね、昭和の人もな、昭和の人、たまにたけちゃん、ビートたけしさんと一緒に似てるなって思う時がある、あの、まあ、見間違うほどでもないけど、意外と似てんなって思う時がある、まあ、たけちゃんも芸術家になってるし、なんとなくね、たけちゃんってビートたけしさんのデザインのセーター着てたっけな、ちゃうかな、ちゃうかったらごめんね、なんとか山本裕二さんかな、まあまあ、なんか不思議なたけちゃんデザインっていうか、たけちゃん風セーター着てはったの覚えてん、知らんかな、元気が出るテレビとかある時代に、たけちゃんのなんか鮮やかなっていうか、その斬新なセーターね、たけちゃんのモノマネ、例えば松村君もあれお下がり多分着てはったんやと思うんだけど、なんかたけちゃんっぽいセーターね、ほう、あるのね、あるというか、あのよく着てはったセーターね、はい、ということで、何が当たったの？あ、何が当たったの、中之島美術館のチケット、が当たったの、どないしたら当たんの、そんなこの前だからニュースで岡本太郎展かなんかやってるってこの前始まりましたってニュースは見た気がするけども、どないしたら当たるの、なんかシティモ、京阪シティモの地下街で買い物して抽選、あ、抽選が、抽選して応募が取れない、抽選して、その抽選はハワイ旅行が1位とかじゃなくて、あ、そうそう、そういうのもあって、さらに第、その抽選した人がもう一回応募ができるみたいな、あ、二次抽選みたいな感じ、そうそうそう、あ、例えばいくらかお買い物をして、あのガラガラじゃないけど、今ガラガラじゃないのよね、あの非接触型のなんか手をかざしたらこうくるくるってなんか回るやつがあって、あ、まあ、手をかざしたらくるくるって回る、なんかね、まあまあまあ、そういう感じがね、あって、でそれはそれで、なんていうの、扇風機、ちっちゃい扇風機、携帯扇風機が当たり、あ、それはそれでも当たったのね、景品として、あの、そう、ハンディファン、そう、ハンディファ ン、そうそうそう、ハンディファン、なんで英語やねん、アキさんのが、ハンディファンが当たり、そしたらそのもう一度今度は紙での応募でおくと、その中からまた何名か当たりますから応募しませんかみたいなことが書いてあって、でそれが岡本太郎ってんだ、あ、そう、もうそれは指定なの、指定、これ日時指定、日時指定、え、自分が曜日を選ぶの？決まってる、何回か、何パターンかある、何パターンかあって、その中から選んでくださいっていう。でも選ぶは選ぶやね、選ぶ、例えば5択の中、4択の中から、でそれやったらいけそうやから、そこで丸しといて、例えばね、そうそうそう、で応募しといて当たったらもうそれしかない、そう、そしたらチケットが届きます。 それは非接触？郵送？郵送で、あ、そこは普通に郵送を使うんだよね、メールとかじゃない、ね、だから最初応募もだから紙で書いたからね、あ、紙で来て郵便が届くっていうね、そこはね、これいつやったかな、その500円チケットも郵便で来たもんね、どっかの商店街、あ、泉の広場かだから、ちゃうかな、どっかどっかからね、まあ、郵送で物がダイレクトメールで来るものっていうのはまだあるっちゃあるか、まあ、そう ね、だからいわゆる同じところやなって、さっくんそこにご縁があるんでしょうね、ああ、当たったとこがってこと、毎度同じ見て当たってるってこと、逆に毎度同じ見そこで買い物してるってことやね、そうね、毎度同じ見というか、そうね、そこからはなんかいろいろとね、恩恵を当たった、まあまあ当たったことはおめでとうございます、はい、万歳万歳万歳、はい、
ということで、まみちゃんは中野姉妹です。あ、はい、今日美術館です、バレてます。急いでください、急いでください、ね、ミュージアムを今日は早出しです。だから朝からガラガラ声であっても、もう朝からあのほら低血圧であってもね、朝からねやりますよ、はい、もう中野島ですよ、中野島ですよ、サムネイル中野島になってね、太陽の塔がサムネイルです、はい。子供は好きという入り口から入っていく、子供は好きという入り口から入っていく、小学生の時になりたい職業や夢が叶ってますか、うん、好きという入り口に年齢制限はありませんということで、うん、ね、まあ好きやったら抽選もするんでしょ、うん、でまみちゃん岡本太郎展に行きたい、まあえっか、とりあえず応募しとこうか、 どのレベルで太陽の塔を愛してるんですか。あの太陽の塔マニアとかおるやん、太陽の塔の T シャツつけてる人とかおるやん、そこまでじゃない、そこじゃなくて太陽の塔ではないよね。美術館に行きたかった、やっぱり中野島美術館巡りがご趣味ですか。はい、中野島美術館の中に、まあ、とりあえず外からは見て、あれこの数年 2,3 年やね、できたね、あもうついこの間工事したもんね、うん、あの土佐堀スタジオの頃、ね、3月か、うん、ぐらいだね。で、できたてほやほやなのね。一度外側外観だけ見に行って、うん、ミュージアムショップとか行って、うん、でなんとか賢治さん、矢野賢治さんやったっけが不思議なオブジェの見に行って、で中は入らずやって、あもう外側からオブジェ見れるのね。そうオブジェはね、なんでそうだから中野島美術館のチケット当たるんやったら応募しとこう。ああ応募しといたら当たってもたと、うん、ね、うん、当たってもて岡本太郎展やし、もうエトラジ収録するからもうそのまま行ってもたれいうことですか、うんうん、もうここまでね、来たらね、大阪秋ロケステーション界隈来てるから、うん、もう下半電車乗ったらそこや、まあ、って思ってね、よろしいな下半沿線ね、もうそのままね、そのままでね、繋がっててね、あれですか、あのついで仕事のエトラジですか。いやもう何言ってるんですか、じゃあメインですよ。まあだからエトラジがあるからそこにスケジュールもはめ込んだわけですよね、うん、エトラジありきでやってはるんですよね、うん、よかったです。あこれエトラジありきにせんかったら当たってなかったかもしれませんもん ね、 そうね、エトラジがあったからあやかり服があったんじゃないかと思う、うん、今日この頃ということで、はい、まあまあ好きということ、それから、小学生になりたい時の職業や夢が叶ってるかっていうことに対しては回答は得ておりませんが、うん、ね、今から好きを見つけてもらってもいいですよというね、これはリスナーあなたもアミコさんもね、うん、いいですよ、はい、私はやっぱり見に行く方、絵描きになりたいとか思ったことはないね。絵描きになりたいと思ってないけど絵は見に行く方、絵は見に行く、だから美術館巡りが巡り、まあ、好きな一つね、うん、アミコさんご趣味はで美術館巡りですって言ったことは今初めてだよな、ないけど、まあまあ、あでも博物館も行ってはるか、博物館、あの、うん、天王寺のあれだね、大阪市立、あ大阪市立美術館か、うん、あそこに行ってはる話も、ね、うん、ありますね、あの、うん、何やったなんとかメール、あれ何やったラメール、フェルメール、うん、フェルメール、フェルメール展とかね、うん、あの上がってますもんな、うん、はい、まあいいです、あいいっていうのはその好きになることをね、好きっていう興味を持つことから ね、入り口になってね、マッキーさんやったら、うん、なんですか、喋ることですか、喋ることもやけど、今やったらゴルフかな、あ、ゴルフ、この春先で一番何かあれしたか、あれだゴルフ系やもんな、あちょこちょこちょろちょろね、それこそ昨日なんかね、テレビ見てたら中野島、それこそ中野島界隈で、うん、そのなんかゴルフの、おゴルフが上手くなるパーソナルトレーニング、うん、あらまみたいなのがあって、うん、やっぱりゴルフブームですか、あのね、これね、2,3 年ぶりにゴルフしまんねん、この前ノブさんの話もしたけど、ノブ、うん、いうかあのかまいたちの山内くんの話もしたけどね、かまいたちの山内くんがノブさんと一緒にゴルフグッズを改めて買いに行ったっていう話したけど、うん、わかるかな、わかるかな、この 2,3 年ぶりっていう話がキーワードで、結局コロナ事情がございまして、屋外やったらまあいっかっていう、ま、屋外スポーツね、4人やもんね、4人、うん、少人数 で、ね、人数で屋外 で、うん、でまあまあ健康にもいいやとか、うん、まあ、歩くしねとか、うん、で、まあ、緑のね、うん、緑やしとか健康的だし、うん、みたいな感じで意外と、うん、それこそ非接触ではないけど、うん、少しこう、ね、あの換気ももちろん、まあ、当たり前やね、外やからね、まあ、そういうのも含めて、うん、で改めてあゴルフはええんちゃうんってなってたとこがあると思うな、うん、
だから山内くんも昔持ってたクラブ一旦もう例えば売却したかなんかして人にあげたかなんかして改めて今のを買うっていうね。で、あきさんも手袋とかがもうあのベロンベロンなってたわけ。久しぶりに出してきたらね、しゃあないから買い直すっていうね。そういうとこからまたね、ちょこちょこ。まあ、あきさんはショートコースでいいんですけどね。はい、練習がてらショートコースもあることから。まあ、それも好きです。好きという入り口から入ってください、うんね、年齢制限ございません、はい、やりたいことがあったら、ねうん、チャレンジしてみる、チャレンジしてみるんじゃないかなと思うことで、うん、これにはチャレンジするのかどうなのか。今日はカレーうどんの日、うん、カレーうどんの日、うん、6月2日がカレーの日、頭中選手6月2日がカレーの日、7月の2日、7月の2日がうどんの日、うどんの日なんで8月2日は混ぜてカレーうどんの日、ね、カレーうどんの日、まあまあ、まあ、こじつけかね、うん、まあまあカレーとうどんミックスしてカレーうどんの日、うん、でもカレーとうどんミックスしてないよな。実際カレーうどんってあんっぽいしさ、ちょっと液状ちゃうよね、うん、あのタレちゃう、タレじゃないな、うん、そのだしね、だしちゃうよね、だし風味とかあるよね、だし和風っぽいカレーうどん、だしとカレーやね、うんそうやね、そのままカレーをぶっかけてるわけじゃないと思う、ね、うどんのだしも入ってる、ミックスではないはずや、ね、だからおうどんのだしも入れてのミックスやね。そうやね、まあ、はい、よかったらカレーうどんの日なんでね、空いてる人が言うから、スケジュール空いてる人はね、ぜひカレーうどんも召し上がってもらったらいいんじゃないかな。近所というか、私家の近所にその、うん、カレーうどんの有名なというか、まあ、近所というか車で行くとこなんですけど、うん、なんかこういいこと、いいことっていうか、うん、あったりとかしたら、まあ、そこに行こうかって言って、それは天カレー、天カレーです、徳正さんじゃないなくて、うん、天カレーさんね、うん、そうですね、寝屋川っていうところにあるんですけど、寝屋川ね、寝屋川にあるんですけど、そこなんか何かって言ったら天カレー食べに行こうかみたいな感じ。あの白いお洋服で言うとね、飛びますから ね、汁がね、飛びますからって言って、あの飛ばんように食べたらいいんですね、うん、そやけどたね、あの飛ぶんやったらお洋服も考えて、カレーうどん、カレーうどんよく食べに行ってました、仕上がってた、はい、8月の日、パンツの日、パンツの日ね、パンツの頃、朝からパンツね、パンツ、じゃあ今日パンツ履いてパンツ、パンツ履いてください、パンツ新調してもいいしね、まあまあパンツ洗ってもいいしね、うん、はい、パンツ見つけてください、パンツですね、はい、ハニーの日、ハニー、ハニー、あ、ハニー、ハニーの頃、朝から蜂蜜の日は8月3日らしい、明日らしいですけどね、ハニーの日、今日はハニーの日、ハニーです、はい、ハニーってマイハニーとか言ったらダーリンみたいな、ダーリン、そうね、マイハニー、そんな感じでね、はい、後半に本日の誕生日、友近さん、昭和48年8月2日生まれ、お笑いタレント、モノマネタレントの友近さん、友近由紀子さん、名字が友近なんだね、友近さん本名やったね、と、ああそういうことやね、友近っていう名字の友達いい日な、うん、友近、うん、ほらへん、友がつく友達って友田さん、友田さん知らんよ、適当に言うてます、友田さん、友田さんいそうやな、ね、いたかもな、うん、友がつく友達な、うん、はい、ということで、なんかあります、友近さんとは会ったことないですか、ない、ないですか、松山出身だったか、ああそうそう、その辺やと思う、その辺やと思う、四国の子っていうイメージありますな、ね、はい、お待たせしました、神秘家隆二の星占い、十二星座占いは8月号、まみこさんのフェイスブックページ、まみこワールドに、記載があります、はい、まずは8月のラッキーフード、8月のラッキーフードをお待ちください、ね、1年前か2年前はねコーンやったらしい、あ、データが出てきましたね、あの過去データみたいなね、ということで8月はやっぱりあれですな、8月はやっぱりあれですか、はい、はい、ラッキーフード、トウモロコシ、トウモロコシ、ね、コーン、あの数年前の8月はコーンってなってましたけどね、トウモロコシみたいです、まあまあもうこの時期は、うん、トウモロコシ食べてください、ということで8月2日なんで、今日は何座、今日は何座でしょうか、今日は何座、今何座、獅子座ですかね、8月23から8月22日が獅子座、はい、レオ、獅子座のあなたへ、はい、新しいことを始めること、好きの入り口かな、あ、
思わぬ発見多し楽しめる。見つかったらそんなあるわな、ね、ラッキーカラー黄色、ラッキースポット資料館。あ、資料館とか博物館でいいんじゃない。資料館ね、ラッキーカラー、はい、獅子座レオですね。新しいことを始めること。ラッキーカラー黄色もコーンです。 Start something new, start new thing、 思わぬ発見おうし楽しめる。中野市の美術館に行った。 You can discover something interesting。 あと NHK のこの大阪歴史博物館、ね、ラッキースポット資料館。資料館、資料館、歴史の市ね、歴史の市の資料館。まあまあ、あの図書館でも資料館やけど、資料があるからね。歴史の、歴史ものというか、for history。 はい、まあまあ、なんかしてください。したら水亀座は時間があれば、あ、そうですね、エトラジトピック、ラジオトークさんのエトラジトピックでする予定、予定にしときますと、1972年8月2日はカシオ計算機がパーソナル電卓カシオミニを発売。低価格で人気となり、電卓が個人にも普及を、普及の契機となる。今やったらね、スマホでも普通に ね、 そうよね、アプリで電卓機能ありますか、ね、ペッ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 しますけど、当時はあれきれい。1972年、カシオミニ、カシオ計算機、カシオ計算機、カシオ、カシオがデジタル時計とかもそうね。ジショックスかカシオか、あ、そう、ね、まあまあ含めてそのデジタルというかね、まあまあそうやって、電卓が、持ってた電卓。電卓持ってる。僕ソロ版があんまりできへんから、ほぼ電卓で計算してたよ。海外に行くときにその、電卓、例えばドル計算、ユーロ計算ができる、それ用の電卓みたいなのがすぐ、変換してくれる。はい、率なんだっけ、入れとくと、為替レート。為替レート入れとくと、そのまますぐできる、わざわざ計算しなくていいっていう、なんかそういう計算機が。でも毎回為替レートの金額入れとかなんかね。もちろんそうそう。一旦入れといて。入れといてやったと思うね。まあ変動するやんね。昔1ドル360円時代があったんやけどね。固定変動、ね、固定、固定変わらず、ね、変わらずやね。固定為替かだから、それから変動性になって、今日なんぼなんやろね。最近安いもん ね、108円とかだから、なんか首からかけれる感じで、ちっちゃい電卓やったね。いつもそれ持って行ってたような気がする。今スマホかけてる子おるよね、カバンみたいにして ね、 そうやね。まあまあまあ感じで、まみちゃんも携帯をぶら下げて、あ、携帯じゃないわ、電卓、ね、電卓をぶら下げて現地で計算してたと、なんぼ自分でペッペッと計算してたわけですな。電卓の使い道がありました。僕ね、この出た後数年してからやと思うけど、太陽電池で電卓、太陽電池式、要するに明るいとソーラーシステムって、明るいとこ持ってったらでピアッとついてね、乾電池ね、電池、太陽電池式の、ね、携帯、カード式、もうカードタイプ、めっちゃ薄型の持ってた気がします。もうだから今はね、スマホあったらね、あ、ついてるよね、スマホに計算機は。僕よく使ってるよ、ついてる、ちゃちゃちゃって、でもね、あの辞書機能もね含めてね、なんかね、便利になりましたな、いろんなものが ね、 便利になりましたね。一個一個ね、反対でしたけどな、はい、ということで残り4分ほどで本日のお題の発表をもって、中之島美術館岡本太郎展へゴーらしいですよ、まみこさんが、はい、本日のお題の発表となります。はい、本日のお題、スヌーピー。スヌーピー、大阪の梅田の茶屋町、ヌー茶屋もちゃうな、こっち3番街か、あのスヌーピーショップあるんでね、あ、ちょっと昔と比べたら移動してんねんけどね、あのキディランドがあって、それが移動して、なんかいろいろあの辺場所が移動して、阪急三番街、阪急三番街、いつものところ、あれあれ、スヌーピータウンちょっと移動してるって思ってから、たまに迷うけど、まあまあ、あのそこにあるし、それから、あそこ心斎橋はあれなんだ、パルコか、パルコにもね、スヌーピータウンかな、心斎橋、パルコ、あ、パルコにもウルトラマンの店とね、スヌーピーの店あるんですよ、はい、それからあのプラザとか行ってもね、昔で言ったらソニープラザに出てました、プラザにもスヌーピーグッズ結構売ってたりするんですよ。意外とハンカチレベルやとね、スヌーピーグッズ売ってたりするんでね、あのアキロケステーション、お手洗いがスヌーピーアカウントだったり、お手洗いがスヌーピータウンとなっております。スヌーピータウンとなっており
いかがですか、マリコさん。スヌーピーね、なんかね、やたら最近スヌーピーが目につく、うん、普通にカバン屋さん行っても、うん、それも革の革製品のお店にこうスヌーピーがこう、なんですか、こう肩肩押ししたの、スヌーピー肩押しされてたりとか。あら、すごいね。なんかどこかな、なんか行ってもこういろんなものがスヌーピーの柄がとても目についた。ああ、よろしいですな。時、何か今スヌーピー推しなのだろうかと、うん、あれしてるかもしれないね。何だっけ、定型ね、キャラクターのほら、どうぞ使ってくださいだいたいって言ってからけどね、はい、今エビアのお水のパックもスヌーピーデザインですからね。そうね、ここにもスヌーピー着てて、だからあれマグロックも僕スヌーピー使ってます。今年犬年、いや、ちゃうよ。え、ね、今年はトラ年ですよ、ね、なんか、まあ、だからスヌーピーさんがあれしたんちゃ もうピーナッツさんが出してんじゃん。あの結構なお手頃価格、高価格、ね、キャラクター料、キャラクター料というか、つこて、やたらすごいね、スヌーピーが。なんかあのね、スヌーピーはね、男女共用っていうのがいいのよ。ああ、あのスヌーピー君があの野球してくれてたら、うん、野球グッズ買うときについでに買えるし、うん、別に女子が女子っぽいやつして買えるし、うん、ね、あの意外とあの男の子女の子関係なく使えるんですよ、うん、弁当箱にしてもね。例えばね、例えばよ、うん、だからあの男子がスヌーピータウン入ってもまだ許せるとこがあって、恥ずかしくない、恥ずかしい、まあ微妙やけど、まあでもあの僕個人もね、一人でも入れるっちゃ入れるんですよ。メンズも売ってるんでね。それがピータウン でそうこうしてたら、今度阪急さんでスヌーピー店あんの、あったの、あ、スヌーピーですか、うん、なんか去年もそういえば行ってたなと思って。あ、ソフトクリームのやつですな。あれ夏場か、夏場やね。ソフトクリーム食べてるから夏場やったんやなと思って。まただから、またあるんですか、今年もね、スヌーピーフェスティバルだから毎年やるんやねと思って。阪急さんはね、うん、まあでもね、人来るからね、スヌーピー店ね、うんうんうん、百貨店阪急さん、ね、はい、やりますか。やります。そうです。まあ僕は今ね、岡本太郎店で頭、ね、岡本太郎店でね、まず太陽の塔、太陽の塔だけじゃないの、太郎マンかなんかあんねんね。あ、そうなの。岡本太郎さん不思議な顔して、それこそまさに技術は爆発だろうと。ウルトラマンみたいな、ウルトラマンの太郎マンみたいなのがあるらしいです。あ、みたい、ね、ということで、まゆこさん、そろそろお時間でございまして、残りはエトラジトピックで美術館行かないとね、いけないんでね、はい、はい、急ぎで回してます、ね、はい、はい、それではマミコワルさん、ありがとうございました。アキアルジェさん、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。 Thank you for listening. See you next time. トウモロコシ当てるよね。コーンですね、はい、コーンも食べてください。キツネじゃないよ。ミャク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 で当てるね。あ、ミャクミャクね、はい、ということで中野締め。